探偵さん。どうしたんだい？いつになくマジだな。依頼ってどのくらいのお金がかかるんですか？ケースバイケースだね。1円の時もあるし、1000万円の時もある。私、1000万円も持ってないんですけど。話だけならタダだ。君からもいろいろと聞かせてもらってるしね。はい。場所を移した方がいいかい？できましたら。兄にはちょっとコンビニに買い物へって言ってきました。その兄さんの話かな？はい。だいぶ疲れてる感じがするな。すいません、まだ知り合ってから日も経っていないのにこんな厚かましいお願いで。俺の事務所へ来る依頼人は初対面でズケズケと依頼していくぜ。気にする必要はない。はい。助手って言っていたけど、君はカメラマンか何かかい？まさか。私は檜学園の生徒です。兄の仕事をお手伝いしていて。で、助手ってわけか。はい。喧嘩程度で済めばよかったんですけど。例の板電かな？今後はもう電話に出るなときつく言われて、電話に触ってもダメだとか、なんかもう兄がわからなくなってきて。つまり兄さんはうぶな少女が恋人からの電話を待つように、何者かからの連絡を心待ちにしてるってわけか。はい。だったら携帯電話にすればいい。彼が常に携帯していれば誰にも取られることはないし、問題は解決だ。いえ、電波は盗聴されるという話で決して使おうとしません。なんかすごく神経質になっていて、お医者様は通常生活の継続が次第にそれを緩和させるとおっしゃったけど。どんどんひどくなる一方ってことか。はい。電話の相手と話したことは？一度もありません。あ、一度だけ。どうだった？と言っても本当に兄が連絡している方か自信がないんですが。どうぞ。実は兄が電話をかけている時にそっと番号を盗み見たんです。その番号にかけてみたら何かわかるかもって。探偵になれるぜ。で、どこかのオフィス前としたところにかかってしまって拍子抜けでした。オフィス前ね。はい。もしかしたら番号違いだったかもしれません。確かめようもないしな。兄さんの専攻は？兄の大学での？そうだ。確か情報科学とかいう分野だったと思います。流行のコンピューター科学か。分野が重ならないわけじゃないが。大体状況は分かった。俺の勘だが、君の兄さんは結構やばいことに首を突っ込んでる可能性が大だ。やばいことに首を。
やばいことって良くないという意味ですか？まあそうだな。どんなことに関わっているんですか？そこまではわからんよ。ただ危機的な状況にあるのは確かだな。理由がよくわかりません。ヒノキ大学といえば現在経営難に陥っている次第だぜ。研究のためとはいえ数千万円もの機材に投資する余力はない。そういえば一般の教授だって割り振られた研究室なんざ薄汚れた一室ってのが相場なんだ。しかも君の兄さんは助教授だろ。はい。つまり大学の研究とは言っているがそうじゃない。誰かが君の兄さんに金を出して何かをさせている。そんな。もう一つ、携帯電話は盗聴されるからダメだと君の兄さんは言ったのだな。それも神経質に。はい。つまり君の兄さんは部屋に引いてる電話なら盗聴はないと確信している。だが君の兄さんの専攻は情報科学だし、そちら方面へ特別な知識があるというわけじゃなさそうだ。そういう機材を一度でも見たことは？いいえ。つまり先方が、君のお兄さんの連絡先がそういった方面のことに長けているということだ。その手の技術があってかつ金を持っている連中にろくなやつはいない。だから危機とまではいかないが危機的状況にはある。すごいですね。私の話だけでそれだけのことが分かっちゃうんですか？単なる推理だ。証拠はない。この程度では警察へ行っても門前払いだ。どうすればいいんですか？君が盗み見た電話番号ってのは？はい、ここにあります。気が利く。いや、最初からそのつもりだったかな。そんな、もしもそうなったらの時のためです。デートの時に女がお乳の下着をつけてくみたいなもんかね。エッチですね。残念だ、俺はエッチではなくドエッチだ。フォローになってませんよ。なになに000-7225-7674 か。すぐに忘れそうだからな、電話帳にメモっておこう。あ、もう兄は帰ってしまいました。らしいな。探偵さんに話したら少しだけすっきりしました。もやもやならすっきりさせる効果的な方法を教えられるが。やだもう。もしかしたら兄さんのことも私の思い過ごしかもしれませんしね。あ、そうだな。ありがとうございました。じゃあ。思い過ごしならいいけどな。Thank you.
七海遥香からもらった電話番号に早速かけてみようぜ。はい、こちら公安第4課、所属行動。あれ、そちらさん焼肉屋あ行じゃないの？すいません、間違えました。やばかったな、今のは。電話の向こうで、きな臭い名前を名乗っていたぜ。一体こいつは。私の言っていることに嘘偽りはない。海音寺の隠し財宝ってやつか。吹かすならもうちょっとそれっぽいことを言いな。なるほど、どうすれば信じてもらえる。変声機を使うようなやつは信じられんな。俺の前に出られないチキン野郎だろ。お前は一昨日来な。情報の内容が内容なのでね。明日もう一度これくらいの時刻に電話する。その時に会う段取りを組む。驚いたな。絶対に会わないと思っていたが、何か企んでいるんだろうか。私が会うというのがお気に召さないかね。私が警戒しているのは、この情報が外部へ漏れること、それだけだ。それだけ重要な情報ってわけかい。いいだろう。明日これくらいの時刻にまた電話する。名前くらい名乗れよ。俺のことは知ってるんだろ。あ行、そうだ。私はクールとでも名乗っておこうか。クールか、ふざけた名前だ。海音寺邸の隠し財宝だとさそんなもんは鼻から信じちゃいないが、俺が興味あるのは何を目的で話を持ち込んだかだ。気な臭い匂いが漂ってくるな。